はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4中国プレイの続きをやっていきたいと思うんですが、実はですね、前回のプレイの後日本と開戦したんですが、日本軍の圧倒的な戦力の前に完敗復帰しまして、実はタイムリープをさせていただいています。で、同じ12月22日に戻ってきているんですけども、変更した部分としてはですね、まず師団をとにかく無理やり徴兵として入れるような形に変えています。もうここはねしょうがないのかなということで、訓練前新兵の状態でひたすら徴兵をかけて現場に配備するという、多少ね、無茶な運用にはなってるかもしれないんですが、そういう形で進めています。まあ、ここもしょうがないですね。まあ、前回というか、プレイしていく中で進めた時はですね、もうとにかく師団の数が足りなすぎて、話にならないという状況だったので、訓練は現場で行う、演習をしながら行うと、で、装備品は後から供給するという形で、とにかく前線に出すという形にしてます。で、それに伴って師団の数もだいぶ増やしましたので、ちょっとね師団の構成等はこの後、見ていきたいなと思います。とりあえずね、現場にバンバン師団を送っていきましょう。で、それに伴ってですね、他にもいろいろと改良を加えていまして、もうまずはね、とにかく戦争計画、戦争に勝つために優先的に研究だったり国家方針だったりっていったものを入れていくように変えました。で、まず軍の構成なんですけども、大きくはですね、方面軍としては2つ、本土防衛と対日方面という2つの方面軍を組織してまして、まず本土防衛軍の方なんですが、これはですね、海岸防衛軍と北京方面軍からなっています。で、海岸防衛軍の方は、36師団なんですけど、ちょっとね36師団でも不安があるので、この後増強が可能であれば増強していきます。で、北京方面軍の方は24師団で、対日方面軍の方なんですが、ここはですね、強襲軍という名のもとなんですけども、一応これも北京の方に展開しています。で、遊撃騎兵軍というのは、これ騎兵で組織しているんですけども、日本軍はですね、自動車化大隊の機動力がとにかく半端ないので、歩兵だと追いつかないと、一度侵入されると。それに対抗するために少しでも機動力のある遊撃騎兵軍というのを組織しました。で、あとはですね、それに、まあ、追従するような位置づけで遊撃歩兵軍というのも組織中です。で、歩兵の構成なんですけども、まず日本軍戦車がいるんで、戦車に勝ち目がないんですね、やっぱり歩兵だけだと。そのため野戦砲を入れました。で、騎兵の方はというと4個大隊からなる師団ですね。これが標準的な騎兵師団として定義してあります。これをねバンバン配備していくと、徴兵をかけたらすぐ現場に送り出すっていうね、なかなかえぐいことをやってるんですけど、これもしょうがないですね。で、研究の方はというと、ドクトリンのところをですね、まず進めています。大量突撃ドクトリン、ここを進めていて、この後人民軍の方に入っていって、師団消耗マイナス10パー、こっちに進んでいきたいなと思っています。で、海軍の方はもう輸送船だけ、先に研究済みにしてあります。で、陸軍の装備の方は一応1936年のものまでは追いついてきているので、この後1938年のものに、マイグレーションしていきたいと思っています。で、工学産業はそれぞれ年代に合わせたものを順次開発中というところですね。で、国家方針なんですけども、国家方針はですね、優先的に研究枠と軍事交渉を得るためにインダストリー系をやりました。インダストリー系は研究枠1つ追加済みなんですけど、もう1つ得るにはね、工場が74必要なんですが、これはまあ今はできないので、代わりに軍事工場を2つ得る、こちらの方に進んでいます。で、この後なんですけども、今ミリタリー系軍事系に進んでいるんですが、この後フォーティファイ上海を入れて上海の防御力を高めます。で、その後このアーミーリフォームをできれば日本軍との開戦予定の6月あるいは7月ぐらいまでに入れておきたいと
思ってます。でこれを入れておくとですね、ここでアーミーリフォーム入れられて手段攻撃プラス 17%、 手段防御プラス 17% が得られるので、ボロボロの歩兵も多少マシになるかなというところで、日本との海戦の前になんとかここは入れておきたいなというふうに思っています。まあ、なかなかね苦しい戦いが続くと思うんで、ここはもう師団数で勝負と、現場で頑張ってもらいましょう。どうだろうな、この本土防衛軍の海岸の防衛軍、こちら40師団まで増強を先にしちゃいましょう。一度日本軍の上陸作戦が始まるともう増強の余裕はないので、先に40師団まで増強をしちゃいましょうね。で生産のラインの方もねちょっと見直してますので見ておきたいと思います。ラインの方はねさっきお話した野戦砲をここに入れています。で輸送船団もまあ今造船所が一つしかないんですけども、コツコツ作っていってるっていう状態ですね。であと政治力使ったところなんですけども、優先的に入れたのがですね、まずこちら歩兵の装備の研究時間がマイナス 10% のこちらを入れています。であとはですね、陸軍のドクトリの研究時間がマイナス 7% になり、かつ陸軍の研究獲得値がプラス 0.05 増える陸軍の理論化、これも入れました。で参謀の方なんですけども、まずはですね、陸軍の防衛の天才師団防衛プラス 15% を入れていて、この後入れる予定がですね、軍の最高司令官としては、歩兵部隊の達人、これが攻撃10、防御 15%、歩兵それぞれですね。でさらに陸軍の再編成、これが師団の回復率がプラス 8% で、陸軍の兵団、これが師団消耗がマイナス 8%、 これをそれぞれ、参謀に任命していく予定です。で今ですね、志願兵のみになってるんですけど、中国の方はそれなりに人的リソースもあり、まだ開戦前なので、この後限定的徴兵に変えていくタイミングはみんな、見極めていきたいと思います。貿易に関してもね、締め付けてもいいんですが、どうしても生産のための資源が必要なので自由貿易のままにしてあります。で経済もね、民間経済のままで戦争経済にするかどうかは状況を見て決めていきたいというふうに思っています。という感じでだいぶ効率化をしてきましたので、これでね日本軍に対して再戦をしていきたいなというところですね。この訓練前の新兵の状態で送り出すのがねいいのかどうかっていうのはちょっと迷っているところではあるんですが、師団の数が追いついていないというのがよく分かったので、まずは現場に配備して、現場に配備した後に訓練をして、まあ演習ですね、演習で訓練をして、でその後に装備が追いつけばいいかなというところですね。まあ、どうしてもね日本軍の圧倒的な軍事力の前に駆逐されていくだけになってしまうと話にならないので、軍事系のところを入れておきます。上海の防御力を上げていきます。
まあ、空軍の方はね、合ってないようなもの、おまけ程度に考えておかないと日本軍の航空戦力の前にはほぼ無力なので、で同じく海軍の戦力もですね、まあ、無力に近い。これが全艦隊戦力なんですが、軽巡が5隻、駆逐艦が2隻なんですが、これを、対日本軍、帝国海軍向けに出撃させるとあっという間にすり減ってしまって、かつこの7隻を建造するのに何年かかるんだという乏しい造船所の状況なので温存します。ひたすら温存です。まずは大陸から日本を追い落とした後、日本に上陸するときに一時的に制海権を得るための虎の子の海軍ということで温存です。まあね、乏しいなりに師団数だけはどんどん増えていってるんですが、新兵のまま送り出しているので、これがねどこまで戦力になってくれるかっていうのは、少しでも開戦の時期を遅らせて装備品の行き渡りと、あとは訓練がどこまで進むかっていうところに依存してくるところですね。今の師団数だけでいうと115師団になっているので、日本に挑んだ時は60数師団だったんで、まあ、倍近い戦力、師団数だけを見るとなっているので、まあ、望みはね少しはあるかなと思います。さあ、では政治力が溜まりましたので、政治力を使っていきましょう。どうしようかな、開戦までもうちょっと時間あるんだけど、ここはもう先に入れておかないと対戦した直後に間に合わないので入れておきましょう。他にね政治顧問とか入れておいたら政治力が上がったりするところもあるかなとは思うんですが、いつ開戦してもいいように備えはしっかりしておきます。まあ目安としては6月7月あたりに日本軍との開戦になるかなと思うので、それまでにねある程度戦力を整えておきたいんですよね。まず強襲軍の方は一応みんな訓練済み以上にはなってますね。続いてここの騎兵遊撃軍の方はさすがに厳しいよね。訓練済みになっている部隊、新兵、まあ混合になってますね。で遊撃歩兵軍、ここも訓練済みと新兵がごっちゃごちゃですね。で北京方面軍、こっちの方はというと、北京方面軍の方はまあ割と整ってるかな。最初に配備をかけていったところだけあって、まあ一部新兵も入ってますが、訓練済みあるいは一般まで上がっている兵が多い状態になってます。日本軍との海戦は本当にね少しでも遅らせたいっていうのが本音なので、一番最初に激突するであろうこの強襲軍ですね。ちなみにこの強襲軍の将軍スーリージェンが一番能力高いですね。スーリージェンの方はいいにしても他の将軍たちがねちょっと弱いからな。まあ、ひたすら演習をかけている状態なんですけど、平均充足率が 65% か、ちょっと多分野戦砲が追いついてないんじゃないかなと思いますね。で指揮統率率が10、で消耗 6% になってますけど、これは演習を終えれば多分消耗はなくなるはずなので、まあ、ここは置いておいてとしても、だちょっと厳しいのがやっぱり
装備の行き渡り具合ですかね。そしたらこのあと200日かけてでもどうする？装備の充実に向かうか、それとも高額で研究の所要時間マイナス 3% を得に行くか、ちょっと難しいところですが、ここは、まあ、日本軍との長期戦に備えて先に支援火器を入れておこう。あとは心配しているのが日本軍の宣戦布告してくるタイミングだけですね。研究枠は今3つまで増えていて、ドクトリンがね少しでも早く進んでくれると日本軍とのこうガチンコの殴り合いになった時にねこらえられるかなとは思うんですよね。師団数だけはだいぶ増えてきてるんで、これがねしっかり機能する師団にさえ育ってくれれば十分に日本と渡り合えるじゃないかなとは思うんですけど、海岸防衛軍が今40師団というこの数字がどうかな、もうちょっとあってもいいかなって感じはするんだけど、ただ海岸防衛軍は一番戦力的には充実しているんですよね。一般レベルになってるし、一旦40師団構成で他の師団への配備を優先しましょうか。で日本軍との海戦の予定がちょっとずつ近づいてきてはいるので、この後は先にアーミーリフォームを入れます。でアーミーリフォームに必要な陸軍の経験値なんですけども、これがですね99必要なんですね。ただいざ戦争が始まるとおそらくここはすぐに到達できると思うので、海戦までにやっぱりアーミーリフォームを入れておきたいですね。でアーミーリフォームが入った後は上海をさらに強化するか、
まあ、ただ上海もね、一度防衛がなれば日本軍の再上陸はないんじゃないかなとは思うんですよ。ちょっとここは開戦した後の予定を見て決めるかな。できればね、ここでミッション to the US、 アメリカに接近しておいて、ここでインベストメントイントゥっていうのがあって、これをやると海軍の造船所が2個獲得できるんで、これをやりたい気もするんですよね。海軍の造船所は欲しいんですよ。なので上海の要塞化を進めるか、アメリカに接近するか、ちょっと情勢を見て決めていきたいと思います。で、そうこう言ってるうちに日本が我々に対して宣戦布告自由を得たという話になってきているので、いよいよきな臭い感じになってきてるな。で、日本軍の方も展開が始まってますね。この規模ではないので、いざ戦争が始まると。さあ、そろそろ新兵のまま送り出すのは危険な時期になってきてる感じがするな。日本との海戦が近いので、訓練が間に合わない新兵がちょいちょい混ざり始める可能性がありますね。海岸防衛軍をもうちょっと増強したいけどな、増強が間に合わない感じがしますね。
物資不足になっていると言われてもな、ちょっとどうしようもないからな。まあ、生産効率を上げてちょっとでも生産を上げていくっていう意味では、この改善型工作機械を次に入れましょうか。生産効率の上限がプラス 10% になるので、さあ日本軍の師団の展開数が16師団まで増えてますね、北京方面は。一方我が軍の方は87師団展開してるんですが、日本軍の方が3倍ぐらいの構成になっているので、まあ、これでやっと互角か、もしくはまだまだ装備面を考えると劣っているって感じがしますかね。なんとかこの87師団で乗り越えていきたいところなんですけど、さらに師団の増強が必要かもしれないな。もうすぐ7月というところまでやってきました。日本軍との海戦はもう間近に迫ってきている感じがしますね。日本軍の展開も始まってますからね。戦車も来てるよな。この日本の戦車に対して野戦砲が配備されたことによって多少なりともマシになってくれると嬉しいなあというところなんですけど、いやー物資不足はよくわかってるよ。よくわかってるんだけどね。充足率の54とかになってくるとちょっときついな。半分ですもんね。装備品の生産がやっぱり追いついてこないか。
おっと、ここで路橋工事件が起きたね。さてどうする？路橋工事件、北京の失うかどうか。とりあえず国家方針を先に入れておこう。上海の防御を増そう。なんとなく不安しかないんで。さあここでは蒋介石と会うか会わないかって話だよね。もちろん会いに行くでいいでしょう。で正しいでいいよね。これで進もう。でこれで中華統一戦線が入るよね。新疆は中華統一戦線に加わろうとしている。よし、乗り越えましょう。これで敵は徐々に減っていくはずだ。日本との海戦は近いですね。各軍閥、各地域勢力が中華統一戦線に加わってくれたおかげで、日本としても戦力を多少分散せざるを得なくなるはずなので、助けにはなりますよね。さあドクトリンの方は人民軍の方へと進めていきましょう。陣営で見ておくと中華統一戦線もだいぶ大きくなったね。これなら多少戦えるんじゃないかな。さてここでついに日本が宣戦布告してきています。この辺りで今回はちょっとね一旦終わりにさせていただいて、いよいよ今見ていただいた通り日本が宣戦布告をしてきましたので、次回は日本との戦争に突入していきたいと思います。というわけで、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。